ミラノ市立自然史博物館は1838年に創設されたヨーロッパで最も重要な自然博物館の一つである。博物館は自然科学者で収集家のジュゼッペラ・クリストフォリスの医師により生まれた。彼がミラノ市に遺産として残した膨大なコレクションを彼の友人であった管理は初代館長ジョルジョ・ヤンに任され、それが博物館の元となった。 その彼の遺産も重要な自然科学のコレクションとして、博物館に残った。その後巨大に成長したコレクションを収容する必要から、ジョバンニ・チェルティの計画によるコルソ・ベネツィア地区のインドロ、モンタネッリ公共庭園内に、1888年から1893年に、上部ではネオゴシック様式も伺えるネオロマン様式で、専用の建物が現在の場所に建てられた。 博物館は1943年の空襲によりほとんどが破壊され、コレクションの半分が失われた。戦後再建され、1952年に再び公開された。現在博物館は2つの木座橋に23の連続した展示室と屋根裏部屋を持ち、約300万の収蔵品がある。さらに、イタリアで最も大きなジオラマの展示を行っている。 付属の図書館には12万冊の蔵書があり4000の雑誌の定期購読を行っている。ありがとうございます。